はいどうもこんにちはそれぞれフューチャーディレクターの自由人山手いうと山本浩二と申しますえー今回はですねあのミーシャさんあのたった今、えー、ニュース2・3のね特集がありましたいやすごいもう感動した本当にまずニュース2・3 で今回あのちょっとこんだけ長くあの特番を作っていただいたことに本当に感謝いたしますあの私もスペシャルオリンピックスにも関わらせていただいてる中でもうここまで長い特集をスペシャルオリンピックスのためにやってくれたってことなかなかないんですね。あんまり視聴率が取れないからということであのなかなかそういったことができないというふうに私はあの、えー、スペシャルオリンピックス神奈川の,あのスタッフの方からも聞,か聞いてはいるんですけどもで今回ですねやっぱり MISIA さんの,そのインタビュー本当にね もうね、愛にあふれてましたね。見ましたか、皆さん、ミーシャさんのファンの方々とか、あと一般の視聴者の方々、もうね、MISIA さんのね、人柄がね、本当に今回のね、あのこの「ニュース2 3には出てた、ね、本当にあの馬術でねあの、落馬されて、骨折されてというところで、大変ちょっとあの残念なニュースにあのなってしまったのはあるんですけども、実際に MISIA さんのその時のね、あのお話、インタビューを聞いて、 いやーもう愛があって本当あったかみのあ方です。もうそれでやっぱりね、うん、あのー、まあ世界では190か国以上で、えー、と550万人ですか、えー、以上のアスリートが参加するアスリートってあの知的障害者の、あのー、その実際の競技をする人ですね。で日本だと8,600人以上の人があの参加してるんですけどももう何よりもね もう一人一人にちゃんと MISIA さんで声をかけられてそして子供たちの笑顔、ね、ち,ょちょっとあのごめんなさいねあのちょっと僕も走り書きでちょっとメモしたものを今読んでるんですけどもいや子供たちが笑っているとそれがとても嬉しいんだそうですでもねこれねスペシャルオリンピックスにね関わるとね本当にわかるんですよ。 その純粋無垢なの子供たちというか、まあこまあね、あのもちろん年齢いってる方もいらっしゃるんですけども、まあ、本当に何て言うのかな愛であふれてる愛で包まれてる世界なんですねスペシャルオリンピックスって。で MISIA さんもそういったことを伝えたいんだなっていうのはよく分かったんですけども MISIA さん自身もすごく愛のある方なんですね。 私はあんまりあの正直詳しくはあのミ s シャさんのことを知らなかったんですけども,もう今回のスペシャルオリンピックスの,この「n、え、e、ー、ース2 3のですか特集で本当に改めて感じることができましたあの本当にこの特集をしてくれた「n e ース2 3とミ i シャさんにはもうねもう本当に僕はね感謝してもしきれないぐらいの嬉しい気持ちで今いっぱいですのでもうこの時間ですけどももうあの。 全然話の内容もまとまってないんですけども、本当にもう、この思いをですね、純粋に皆様に伝えていきたいということで、今、このチコちゃんと一緒に写ってるわけでございます、あの自宅からですね、あの撮影してますので、でまあ、ちょっとね、これはあのスペシャルオリンピックス、えー、と2019年のアラブ首長国連邦で行われた時のものなんですね、まあ、こんなふうにしてね、あのこったロゴがあるんですけども、ちょっと見えづらいかもしれませんけどね、これ逆か。 うん、まあ開会式の時にねアブリル・ラビーンとかが来てこう歌ってくれたりなんかしてでここがなんかねあのー、こういう感じのロゴがあるんですけどこれがだいたいスペシャルオリンピックスで使われてるものですね。はいなんですねで一応まあこれははい、いつも通りのスペシャルオリンピックス神奈川のあのー。 はいユニフォームにユニフォームというのかななっておりますので、でユニフォームとかねあの,のスペシャルオリンピックスの公式ユニフォームはのユニクロさんがあーと提供してくれてくださっているということで、はいユニクロの柳井さんにも本当にいつもいつもあの感謝している次第であります。えーっとですね、まああの特にミーシャさんもおっしゃっていたあのユニファイドスポーツということなんですけども、あの障害の ある知的障害のある方と,、まあえー、とない人が一緒にあの同じ競技、まあ、バスケならバスケサッカーならサッカーとかですねあのフロアホッケーならフロアホッケーということでですね、まあ、フロアホッケーって体育館でちょっとホッケーをするものなんですけども、まあ、そういったもので一緒にこの障害があるないにかかわらず、まあ、じゃあ障害がある人ない人ともに一緒になることでねあのなんかお互いの理解を深めたいとか、えー、そこで我々が気づかなかった気づきというものがですね あのー、あったりとかしてそれが逆に MISIA さんも自分にとって勉強に大変になったということも言ってるしそれは実際にやってみると私もとても勉強になっているところなんですねあこんなことができるんだとかこんな側面があるんだとかねあこんなところで笑顔が出るあこんなところで悔しいんだくな泣くんだとか、まああのー、そういったものがです、ねえー、感じられることなんですねそして終わった後もまたみんなで表彰されると、ね、みんな表彰されて当然なんですね 順位は当然あの、まあ、スペシャルオリンピックス自体はですね大会の時とかも順位はちゃんとあるんですけどもそれでもやっぱりあの4位以下の人たちですらで,ですらっていうかな4位以下の人たちにもあのリボンが配られたりとかしてちゃんとみんなで表彰されるというそういった世界なんですね。なのでやっぱりね評価表彰されない人っていないんだろうなっていうのを本当に思いますよね。こここの世界は本当ににういったた概念がるることがが広るると幸せになる新たな新 一つの考え方として日本にもどんどん広がってくるんじゃないかなと思うんですね資本主義のこのギツギツした今のしかもコロナそんな中でこのスペシャルオリンピックスの,あの考え方とかですねこの世界が広がるということが僕は一つの世界平和に日本の新たな幸せの価値観に繋がるんじゃないかなと思ってるしミシャさんもきっとあの同じようなことを、えー、思っているんじゃないかなというふうに思います あそうですね、えー、で特にです、ね、あの今回、コロナで,です、ね、あのアスリートの方々も今までと同じ生活ができなくなってきてるんですよね。それでやっぱりその今までこのこのやってきたこのルーティーンが崩れてくる、まあ、特にあの自閉症の方っていうのはそのルーティーン崩れるのはすごく苦手な方たちが多かったりしますので、実はですねあのみんな、日本人じゃなくてもう世界中みんな苦労してるんですね。それは 健常者の人が働き口がなくなってじゃないかというところで食えなくなったとっいうそういった苦労もあるんだけども知的障害の,この、まあ、例えばスペシャルオリンピック数で例を挙げているのであればこのアスリートの方たちだって日本のみならず世界中にもたくさん先ほど見ました、えっと、550万人以上が参加し,参加しているものなんですけどやっぱりそういったところで,です、ね、大変苦労されているんですね。 特に障害を持ってるこういった方たちっていうのがなおさらそういった環境の変化に適応する能力というのが、まあ、ちょっと、まああのまあ、弱いというか大変なところがありますので、まあ、そこがねあー本当にみんなでだからこそこんだけギスギスしてしまってる以上はみんなでやっぱり手を取り合ってあの乗り越えていく、まあ、支え合っていく必要があるんだろうなということは MISIA さんもおっしゃっていました。 いや、私も大変この話で感銘を受けました。ね、私たちだけじゃないんです。苦労してるのはね、本当に障害を持った方たちも苦労してます。そこはね、あのー、本当におっしゃる通り手を取り合って。 愛にあふれる形、愛に包まれる形でですね、この愛をもっと世界中に、えー、まあ、日本なら日本でですよ、まずは日本でこうねとかね隣近所からでもいいです、えー、広げていくということがまあ、必要なのかなというのはう改めて今回あの思いました。えー、でミーシャさんのあの容態に関してはですね、まあ少しずつ番組収録が始まっていたりとか、まあ無理せず 無理せずというところらしいんですがあの少しずつ歌っていきたいというところで、まあ、お医者さんからも少しずつ許可が出ているそうなので早くね、もう元気なあの姿を見せていただきたいなというふうに思いますね。はいえー、で MISIA さんもね、皆様の応援メッセージには励まされましたというふうに言ってましたけどもいやー、MISIA さんの,その、ね、愛に包まれた、あのー お姿、お声メッセージはね本当に私にもあの心打たれるものがあったし皆さんも励まされたんじゃないでしょうか、えーね、今はソーシャルディスタンスで人と人との距離が遠いですけども心の距離をぐっと近づけて歌っていきたいですということを 言っておりましたそして NEWS23 さんも今後もスペシャルオリンピックスと,と、えー、MISIA さんを特注し続けていきますというのを断言してましたのでこれはぜひねちょっとねやっていただきたいですねはいこれはもう期待大ですよ僕はちょっと個人的にすごく嬉しいですはい、えー、今回ですねこんな感じでお届けしました是非皆さんね NEWS23MISIA さん、えー、そしてですね、えー まあ、スペシャルオリンピックスの方ですね、あのまた興味、関心を持っていただいて、まあ、あの参加していただいても構わないですし、あのとえーとね、自分の,あの都道府県にありますので、まあ、そういったところにちょっとネットで調べて、あのコンタクトを取っていただいても結構ですし、まあ、YouTube とかでですね、えー、調べていただけたらなというふうに思います。えー、私もまあちょっとだけですけどねあの、えーと、スペシャルオリンピックスのことも載せていますので、はい。 あいいのかな僕の宣伝もしたといいのかなあのまああのフーズフューチャーっていうねあの番組なのでまあ、そこであの、えー、再生リストかにスペシャルオリンピックスのところがあのありますのでまあ、まだまだ数は少ないですけどもぜひそちらの方もですね、えー、チェックしてもらえればというふうに思いますはい以上になります、えー、今日もちょっと拙い話し方ではありましたけどもはい私の思いもね伝わってそしてミーシャさんの思いも伝われば、えー、今回本当に何も言うことはありません。 本当にミンシャさんあのだん段々調子が良くなってきてるということですのであの嬉しい報告です。あの本当に無理せずねあのこれからも頑張っていただきたいなというふうに思いますし僕らも応援してますしはい僕も、えー、ボランティアも頑張りますのではいでは今日はこんな感じで終わらせたいと思いますそれでは、えー、またお会いしましょう。さよなら